テリーはアメリカ海軍の駆逐艦、ポールディング級駆逐艦の一隻。艦名はエドワード・テリーにちなむ。テリーは1909年2月8日にバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で寄港した。1909年8月21日にジョージ・ヘンリー・ロック夫人によって命名、浸水し、1910年10月18日に 艦長をマーティン・イート・レンチ少佐の指揮下収益する。東海岸での大焼けに続いて、テリーは大西洋艦隊水雷小艦隊のキューバ海域における陶器作戦活動に合流した。テリーは小艦隊との水雷訓練と大西洋艦隊全部隊との艦隊演習の両方に従事した。カリブ海における恒例の陶器演習とニューイングランド沿岸での春から夏にかけての 作戦活動を交互に行い、1913年11月にサウスカロライナ州チャールストンでオーバーホールに入る。入居直後にテリーは予備役となる。作業が完了すると現役復帰し、1914年はフロリダ沿岸での巡航を行い、1915年2月に冬季演習のためキューバ海域に戻った。同年夏はロードアイランド州ニューポートで 水雷演習を行い、任務を終えると、母校のチャールストンに帰還した。1916年1月1日までにテリーは、縮小された駆逐艦部隊において活動していた。31日、大西洋艦隊と共に、フロリダ州キーウェストに向けて出港した。5月には、サントドミンゴに向けて出港する。6月10日、プエルト・プラタ湾内での演習中にテリーは座礁し、 主パ班の大半が水没した。13日にサクラメント艦長式のもと、テリーの主官と水兵が引き上げ作業を行った。テリーは6月26日に浮上し、7月7日まで応急修理が行われた後、7月15日にチャールストン海軍交渉に帰還した。アメリカ合衆国の第一次世界大戦参戦時、テリーはチャールストンで広範囲な修理が行われていた。 作業が完了すると、大西洋岸でのパトロールとヨーロッパ向けの商船護衛任務に従事する。1918年1月、テリーはアイルランドのクイーンズタウンを拠点とする駆逐艦部隊と共に作戦活動に向かった。敵潜水艦が横行するイギリス諸島海域でテリーは戦乱護衛に従事した。クイーンズタウンにおけるテリーの任務は平穏なものであった。 護衛した戦団の一隻が潜水艦によって沈められたことはあったが、ドイツの U ボートを観測することはなく、戦闘にも遭遇しなかった。1918年3月19日、マンリーが植雷した際、テリーは負傷者の支援を行った。1918年12月、テリーはアメリカへ帰還した。11ヶ月に及ぶ限定収益状態の後、 1919年11月13日にフィラデルフィア海軍交渉で退役した。フィラデルフィアで保管された後、テリーは1924年6月7日に沿岸警備隊に移管され、ニューヨークを拠点とするラムパトロールに加わった。1930年10月18日にテリーは海軍に返却され、退役状態のまま海軍席に復帰した。 1934年5月2日、テリーはスクラップとして売却された。その後1934年6月28日に除籍された。ありがとうございます。